の動画放放軍今日は何を開放する買っちゃいました。あ、間違えた。僕の仕事は YouTube。ヒカキン。タイトル通りヒカキンさんの本ですね。YouTube で活躍する有名な人少し前にメグインさんが出しました。次はヒカキンさんの本ですね。この本いいところがありますね。まず、視聴者として楽しむことができる。何かこういう本と言うと作り手側の方、いわゆる YouTuber 向けの本とされてますけど、これはヒカキンさんのファンも楽しめる。そういう本です。なぜか。 追い立ちとか私生活とか写真付きで紹介されてますね。ちっちゃい時の写真とか自分の部屋の写真、収録風景の写真。あとは軽くストーリーが語られてるところがありますね。その裏返しとして動画のテクニックを少し学びたい。そういう人にとっては少々物足りない。7割ファン向け、3割 YouTuber を志す人向けですね。何気なく短編動画として作られてるヒカギンさんの動画。ま、いろいろ秘密があるんですよ。その秘密の多くが この本で暴露されてますね。ああいう動画をどのように作れるか。手取り足取りは借りてないです。ある程度の要点が借りてますね。ヒカキンさんの動画見ると、なんかのブンブン、ハロー YouTube とかってなんか変な声で言ってるんですよ。あれ、あれ正直私嫌いでしたよ。なんかムカつくな。でもこれ狙いだったんですよね。詳しくはこの本で。この本買った方がいい人。当然ヒカキンさんのファンですね。次に YouTube の動画を作ってる人。そこそこ視聴数があって、 もう少し伸ばしたい。そういう人にとってはおすすめですね。まだ YouTube の中の活動を右も左も分からない。そういう人はどちらかというと前に出したい有名人の本の方がいいのかな。カメラワークとかのエッセンス。それもあまりこの本にないですね。ですので、YouTube に投稿してる人が学ぶ教材としては、ある程度 YouTube で動画を投稿してて、基本的なことを知ってる。カメラワークの基本的なことを知ってる。そういう人向けなのかなと思いました。まあ、大きくこの本の読者層、 わかりますね。バシッと。ヒカキンさんのファン、YouTube への動画の投稿者。その部分を気をつけて買う方がいいですね。今このような本、必ず2冊置いてあるのかなと思いますね。同じような色合いで。こんなのかなまあ読み比べてください。まあ、もちろん私、人気になりたいですね。人気を稼ぐ方法。この本にも、もう一つの本にも書いてある方法。それはサブスクライブですね。ぜひ私の動画登録してください。ここですね。ここら辺にリンクあります。下にもあるかな。登録をお願いします。 ちなみにこれもこの本に書いてありましたね。